法政大学社会学部3年の角石玉江です。よろしくお願いいたします。デジタル株式会社の船橋です。よろしくお願いします。我々が求めている人材がそのままいらっしゃっていただいたみたいな感じです。お世辞ではなく。この動画は日経新聞とテレビ愛知が共同で手掛ける LBS さんとのコラボ動画になっています。その LBS さんに取り上げられた魅力的な企業さんに潜入していくという企画で、今日はあのハンコで有名なシャチハタさんの愛知県の本社に来ています。今日は面接に挑戦してくれる就活生の方、自己紹介お願いします。法政大学社会学部3年の角石玉江です。よろしくお願いいたします。シャチハタ株式会社の船橋です。よろしくお願いします。ちなみに玉江ちゃん、こういう対面面接はやったことありますか？いや、初めてです。初めてで、社長さんと面接ということで緊張されてると思うんですけど、聞きたいのが就活の状況って今どんな感じですか？今本選考で最終手前、次人事面接みたいな企業が3社ぐらいあって、冬インターンのエントリーシートを今出してる段階にはなります。シャチハタさんって最終面接実際に社長も来られるんですか？はい、必ずほぼその場で決めます。じゃあ玉井ちゃん頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず簡単な自己紹介からお願いします。法政大学社会学部の角石玉江です。私は体育会ボート部に所属しており、大切にしていることが一つあります。それが素直に従う行動力です。いいなって思ったこととか、やりたいなって思ったことには一時の感情に素直に従ってチャレンジすることを日々大切にしていて、体育会ボート部に所属したのも入りたいなってちょっと思って7日間ぐらい悩んだんですけど、思い切って失敗を恐れずチャレンジして、今大会ボート部で朝4時半から週6日活動しています。よろしくお願いいたします。ボート部の話が出ちゃいましたけど、学生時代に力を入れてやってきたことは何かありますか？はい、まさにボート部での活動になります、うん、もちろん朝4時半からやってるっていうのも大変なんですけど、うん、一番力を入れていることとして、自分勝手に伝えることというよりも相手の立場とか意図を理解して伝わることっていうのを意識していて、私はボート部において司令塔で指示出しにはなるので、とにかくずっと練習中喋り続けないといけないんですよね。常に選手のモチベーションを保つためにどうやったら伝わりやすくなるかみたいなところをずっと考えてやっています。ボート部で頑張られたという話はよく理解できたんですが、大会以外に力を入れたことっていうのは他に何かありますか？特に成果を残したわけではないんですけど、ドラマ分析ゼミのゼミ長をやっておりまして、それがすごく力を入れていることになります。ドラマ分析ゼミって どういうことやるんですか？現代社会の問題とかがどのようにドラマの中に表彰されてるかっていうのを徹底的に分析して、今社会の中で課題になっていることだったり、解決していかないといけないことは何なんだろうっていうのをみんなで考えて議論して、また分析してみたいなのを繰り返すゼミになります。それはどういうことが自分の身につくっていう風に身をもって感じられてますか？まず私もともと趣味がドラマだったんですけど、本当にドラマしか趣味がなくて、ドラマを好きな人たちとこのドラマはどういう風な意図で作られてるのかとか、こういうところに注目してみようみたいなところをとにかく話し合う、でもっともっとそのドラマについて深掘りしていくことがドラマを見る上で視野が深くなるみたいなところで刺激になっています。なるほど。角石さんの長所はたくさん感じられたので、短所を含めて角石さんはどういう学生だよねっていう風に周りに言われてますか？まず短所に関しましては、先ほど行動力みたいな話はしたんですけど、その分決断がすごい早すぎるっていうのはあって、2日前ぐらいに私チョコザップに入会しまして、その前の日に友達にすごく勧められていいなって思って即入会してしまったんですよね。決断が早すぎて後で後悔しないかっていうところをあまり考えてなくて、スピード感みたいなのを大事にしすぎて行き当たりばったりなところは若干あったりするんですけど、そのためにいろんな人の話を聞くようには結構してるので、いろんな人と関わることみたいなところもすごく大事にしています。なんで他の人からは行動が早すぎる、ふっかるだねっていう風にはよく言われます、うん、次には就職の軸っていうのを何に定めて就職活動をされてますか？私の就活の軸は2つあります。まず1つが圧倒的チャレンジ環境です。とにかく自分の気持ちが動いたものにはチャレンジしたいっていうのがすごく正確で、生きていく上で今のこの瞬間を後悔したくないみたいな、失敗を恐れずチャレンジしていくみたいなところがあって、ボート部に関してもそうですし、ボート部に入ってからも日本代表の練習にリガ談判して参加させて
させてくださいっていう風に言って、地元の兵庫県代表の選手として国体に出場したりしています。2つ目はチームで熱くなれる環境っていうのがあって、中学校の頃は生徒会だったり、高校の頃もボート部で、大学もボート部でやってきて、チームで何かをやるっていうことが多かったんですよね。でその中で高校の音楽コンクールで、そのクラスが優勝を全員で目指してて、その全員でっていうところがポイントで、全員が一つの目的に向かって熱くなれる環境っていうのが、私の力も最大化されてみんなで頑張っていける環境だなっていうふうには思ってるので、チーム全員で熱くなれる環境っていうのが2つ目の就活の軸になります。大変よくわかりました。あんまり細かく聞かなくてもすごくなんか伝わってくるのでありがとうございます。逆にうちに対する質問があったらお願いします。今後どのような分野に挑戦されていきますか？シャチアタっていうと、紙でずっとハンコくださいって言って押すものだったので、それはだんだんパソコンであるとかスマートフォンに変わっていってるんで、シャチアタクラウドっていう電子認証システムをやっていて、皮肉なことにコロナに背負わされて10倍ぐらいに成長してきてるんですけど、そこをどんどん伸ばしていくのと同時に、電子認証だけではなくて、会社会社それぞれニーズがあるので、電子認証以外に必要なサービスもデジタルサービスとしてご提供して、最終的には各社にカスタマイズしたサービスができるようなサービス形態を取っていきたい。あと新規ビジネスがいくつかありまして、大雑把に言うと、今まで僕らが物を作って物をご提供させていただいたというのがあるんですけど、今度オフィスもそうだし、工場とか現場において物を提供するんじゃなくて、サービスを提供して満足していただけるような事業をいくつか一生懸命やろうとしています。2つ目質問させていただきます。当社で活躍されている社員さんと、その社員さんの特徴みたいなところをあれば教えていただきたいです。誠実で真面目な人が多いんですよね。言葉を変えるといいやつが多いんですよ。なので仕事がしやすいんですけど、シャチハタっていう会社はニッチな市場の中であんまり競合もいなく、本当は会社を訪問する、電話をするって言っても、話を聞いていただくだけでも大変なのに、シャチハタでございますがって言えば、とりあえず話を聞いてくれたり、ご提案を聞いてくれたりするんですよね。そういう意味では中小企業なんだけれども、得をしてきちゃってる企業で、どんどん僕らもチャレンジしていかなきゃいけない。失敗をして、そこから学んで、また次にチャレンジをする、それを評価しますよっていう風にずっと言っててるんですけど、なかなかチャレンジしにくいんですよね。今まで同じ努力を積み重ねてきて成功をしてきたので、どういう風にチャレンジをしていいのかっていうのが分かりづらい人が多くて、その中には自分で考えて提案して行動していく、そういう子たちがやっぱり目立つし、活躍してるなっていう風に今感じてますね。まえちゃんお疲れ様でした。どうでした？面接受けてみて。最初はすごい緊張しました。結構スラスラ、はい、まあ、タフなんでタフな気がする、はい。早速社長から合否の方をお願いいたします。はい、もちろん合格です。ありがとうございます。実際にシャチハタさんで一緒に働きたい人の特徴とか、採用する人の特徴を教えていただいてもいいですか？僕ら今本当チャレンジをする時代なので、うん、チャレンジして失敗して、自分で考えて勇気持って提案して、実行して失敗してまた学んで次に行ける、そういう人を求めてるんですね、うん、最初からそれアピールされたので、我々が求めてる人材がそのままいらっしゃっていただいたみたいな感じです。お世辞ではなくて、うん、はい、面接の中で逆にここもうちょっと改善したらいいかなっていうポイントってあったりしますか？あんまりないんですけど、強いて言えば決断が早くてすぐ実行に移すっていうところに結びついてる性格かなと思うんですが、はい、答えが端的なんだけど話がちょっと短いかなっていう気がするんですね。もうちょっと説明してもいいかなっていう感じが僕はしました。ということで今日一日面接を通して社長さんいかがでしたか？こういう企画の動画に参加させていただいてですね、本当に優秀な各位さんと面接させていただいて、すごくいろんなことを学べたし気づけたし、何よりもぜひうちで働いてほしいなと思いましたぜひお願いします。ありがとうございます。今日面接をした社長さんの過去の NBS 動画は概要欄にあるので、そちらもぜひ見てください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。